ブアンピローイブリオクロレラウォルスはグラム陰性の細菌である。クロレラ捕食性でクロレラ培養素を崩壊させることがある。また、その分類系統的位置の特異性により注目を集めている。学名はバンピラム、ビブリオ、クロレラボランズとなっていて、歪曲した肝菌形態とクロレラの内容物を吸収し食べることから命名された。ラテン語としてはクロレラを食べる。 吸血歪曲肝菌などといった意味として読み取れる。1966年にクロレラクロレラブルガリスを溶菌させる細菌として発見された。グラム陰性、便性後期性で0.3から0.6マイクロメートルほどの大きさの歪曲した肝菌である。単独の鞭毛を持ち、一旦クロレラ表面に付着すると、その内容物を吸収しながら分裂、増殖する。 同じ捕食性の細菌であるブデロバイブリオなどと異なり、細胞内部に入り込むことはない。弁毛に鞘がないこともブデロバイブリオとは異なっている。付着されたクロレラは死滅するため、しばしば開放系クロレラ培養層の崩壊に関連する。その特性から単独で培養することはできず、クロレラブルガリスなどのクロレラと共培養により維持される。 1980年代以降、プロテオバクテリアに分類されている。バージェ式分類では、デルタブロテオバクテリアズナノブデロビブリオカに置かれている。しかしながら、むしろゲノム情報から、藍色細菌に近いことが示唆される。この中では、非光合成系統のメライナバクテリアに所属する、可能性が高く、光合成系を持たず、かつて光合成系を持っていた痕跡もないという。 また、弁毛を保有するなど、基地の藍色細菌とは全く異なる特徴を持つ。なお、正式に学名として認められた細菌であるが、3箇所に帰宅された凍結乾燥標本いずれも再生できず、すでに基準株の培養系は失われている。ただし、1978年に、うんしに帰宅された凍結乾燥標本から、2015年に、 全ゲノムの再構築に成功している。ありがとうございます。